こんにちは、ハイジーです。というわけで、またセブンイレブンさんがラーメンに関してやってくれておりまして、ここ最近は結構ね、新作ラーメンのリリース気になるのがなかったんですよ。というのも、レンジ麺コーナーがもうすみれさん、喜多方ラーメンさん、豚ラーメンさんの3強がすごすぎて、もう他のがいらないかなっていう感じだったんですけれども、なんとカップ麺の方からアプローチしてきました。それがこちらでございまして、てでーん、どん兵衛ガチ豚ニンニクマシマシ編のうどん、あ、すいません、うどんでした、ラーメンじゃありませんでした、そこはすいません、もううどん、二郎系うどんってことはあれじゃん、あの面白いメニューをいっぱい考えてはリリースしています野島慎一郎さんが以前に考えられましたどん二郎の商品化版ってことでよろしいのでしょうか。というか、これが野島さんの感知するものなのか分かっておりませんが、ペロンといきますと、このパッケージからすると完全にもう黄色に赤にもうマシマシという言葉にもう二郎系丸出しの感じなんですけれども、もやしが入ってるわけではないという衝撃、逆衝撃今入ってきました。もやしじゃなくてキャベツが入っておりまして、茶色いのはどん兵衛だから油揚げと感じがしそうなんですけども、おそらく豚肉ですね。ちなみにお値段が税込み237円で、熱湯5分のカップ麺でございます。とさあ、5分が経ちました。開けていきましょう。ペロンとマシマシ感の部分がどこがそうなるかまだ分かってないです実は。あ、でもいい匂い、和風だしでありながら動物系の匂いもすんのかな。いただきます。では混ぜていきますと、ほら、なんかさ、あ、でもそっか、ラーメン二郎のスープってこういう色なのかな、もともとはね。すごくプレーンな、いろんなものをトッピングバンバンしてない時のラーメン二郎のなんか雰囲気っていうのに近いような気がしますけども、はい、こう匂いに関しましてはかなりラーメン二郎のそれに近いものが来てますね。うまいね。超ガツン系じゃなくてマイルド二郎かな、だから 1.76 くらいの感じかな。レンジ麺シリーズの方の豚ラーメンと比べたらガツン感がないんですけれども、これはこれでいいじゃんっていう、正直今の一口だけでもはっきり言って、この先ずっと定番化してほしいなっていうどん兵衛のラインナップが出てきたなっていう、久々にっていう感じがすごいしました。だいぶ美味しいと思いました。で、麺に関しましてははっきり言って麺にポジティブなほとんど感じられないような状態でございまして、ここはね、ぎっしりバシバシの麺を濃いスープと絡めてグワングワン食べてるっていう感じはもう味わえないとは思うんですけれども、まあ全然そういう食べ物としてありって許せるような美味しさがありまして、豚肉に関しましてはもう言うまでもなく、もう二郎系のチャーシューと比べたらマシマシのわけないだろうと言わざるを得ないような量と一個一個のサイズ感かと思います。とはいえ、普段から二郎系ラーメンを食べ歩いていて、もうガツンとしたあれをこれを食べきったぞという達成感も込みで二郎を楽しんでいる方にとってはもうこれのわけないだろうって思うかもしれませんけれども、僕としては結構部屋が二郎系の匂いしてますし、いいんじゃないかなって思っております。で、ただニンニクの量をもっと足していきたいよね。やっぱ二郎なのであれば、ちょっとこういう感じで溶きたいという、やっぱマシマシって言うからにはこれくらいもう尖って、自分から尖っていくしかないっていう気もするんですけども、どうなることやらですが、うん、これはちょっとね、自分でカスタムしていくべきかもしれない。近づいてきました。ちょっと生姜もあるんで生姜も入れてみます。せっかくなので生姜の感じも入れまして混ぜていきます。ちょっとね、もう麺が結構少ないのよ。麺の量もっと増やしてほしいね、これね。やっぱりちょっとでも二郎の感じを口で感じた時に、体の方はさあこっから大量のいろんなものが入ってきますよって準備ができてる感じがすんの。なのにあとちょっと2、3口で終わりって感じになっちゃうと、ちょっと頭も体も肩すかしくらっちゃってる感じがするから、なんかすごい試験範囲の広いテストでいっぱい勉強していって臨んだのに、実際のテスト用紙見てみたらプリントのスペースをたっぷり使って問題が2問しかない時のやつみたいな感じになっちゃってるから。はい、ごちそうさまでした。というわけで、ニンニクと生姜をトッピングしたらもうぐっといい感じになりました。そうする前は
さらっとしたおしゃれ二郎というか、ドラえもんに出てくる嘘つき鏡に映った二郎って感じがするんですけれども、綺麗な二郎って感じがするんですけれども、やっぱニンニクと生姜を入れてからの破壊力すごかったし、もっと言えばラードが今家にないんですけども、あったら入れて完成するのかなって感じはしました。っていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、雪だるまさんからのコメント、ペロ男って呼んでいいですか？なんで？なんでっていうか聞くまでもなくダメ。